ああああ、FEC チューンド 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 FEC チューンドオンチ中チラジオ略してチチチラジオ、えー、改めてこんばんはチチチラジオ パーソナリティのでででも下地でも下ない中地ですよろしくお願いしますいやいやえー、もうこの番組始まってどれぐらいたって3ヶ月ぐらいそ,そんな経たないかいつから喋ってましたっけど,どれぐらいでしたっけえっとまあおせっかいからバットンパスしてもらって2月の中旬ぐらいでしたっけ、まあ、まあも,うもうそろそろろ 2ヶ月半ままあまあ2ヶ月半ぐらいか意外とそんなもんか、えー、うんちおんち中ちラジオがいまだにしっくりこないんですよねでもこれはこのうんちおんち中ちラジオ略して「ちちちラジオ」は「ちちちラジオは」えー、チチチチジオはキャンさんが名付けてくれたんでしたっけねあ違うかあもうもうあれか説か説が全部決めてくれたんですよねうんちおんち あそうだそうだいなかったんだそうその、えー、この番組の元パーソナリティの東京に行ったおせっかいピーナッツの説に、えー、ちょっとどうせだったら説ちょっと番組のタイトルを考えてくれと言ったところうんちおんち中ちラジオ略して「ちちちラジオ」てチチチジオっていうすごい言いにくくて語呂合わせも気持ち悪くてなんか。 そのー大した意味もなさそうなペラペラなね番組名をつけてもらいましたけどねうんず,ずーっとしっくりこないんですよね毎週こ火曜日こうやってせっかく喋らせてもらってるのにこのドアで「うんちお、うんち中ちラジオ」略して「ちちちラジオ」って自分で言いながらそのラジオをスタートするのがめっちゃテンション下がるんですよね <laughs> 帰れよっていう話ではあるんですけど あでもせっかくね、節にねそに名付けてもらった、えー、番組タイトルですから、ちょっと個人的には大事にしたいなと思ってるんですけどね、あそんな説もね、無責任に勝手に名前つけて、東京で頑張ってるみたいですけどね、あちょっとまた説の話で、えー、最近思い出したことがあるんですけど、あのー、おせっかいピンナッツの説ね。 あのー、世界で一番うざいとされている説ですけども説ね、まあ、僕同い年で、えーまあ、同級生でね結構講師ともに、ね、仲良かったんですけどもなんかねその人を呼ぶ時ですらうざさがにじみてるんですよあいつやっぱ天才なのでうざさを醸し出す天才なのでその人を普通だったら、まあ「キャンさん」とか「かずまさん」とか「キャンくん」とか普通に呼ぶじゃないですか。 でも説は人を呼ぶとき、かいりちーんとか、りょうとちーんとか、あいつ、ちんをつけるんですよ、人の名前の語尾に、ちん。ちんをつけるらしくて、でみんなそれ、疑ってたんですよ。ええー、もうちんって何って、もう普通に名前だけでいいじゃん、ちんってつけないでみたいな感じでやってるんですけど、でも、実はこのちんに、 結構意味が含まれてるらしくて、で、そのチンっていうのは、その、はあは、友達ね、たくさんいますけども、その、友達の中でも、友達の中でも、もう、心を最大限許した人、もう、もう、う何でも話せるような、辛いこと、楽しいこと、何でも打ち明けられるような人に対して、チンってつけてるらしいんですよ。 で一応、その同い年ではありますけども同じお笑い事務所に所属して一応、その同じねあのし仕事仲間というかねそういう関係性にもかかわらずこうやって同級生に、えー、対して、まあ、同い年に対してそういうい返りちん、両立ちって言ってなんか心を許してる説ちょっといいなって思ったんですよ。ちょっと素敵じゃないですか 一応、仕事仲間でもあるし、うんえー、一親友、まあ、友人、心の許せる、心の通った友人としても付き合ってくれるということで、そういう意味で、ちんをつけてね、えー、同級生を呼んでたんですけど、えー、今、振り返ってみたら、ですねあの僕にだけ、ちんついてなかったですね。<laughs> うん、今思ったんですけど、うん、あいつ、俺にだけは仲地いいだ、仲ちだだったな。 俺にはチンつけてななかったなあいついや一番俺あいつとプライベートなんか遊んだような記憶あるけどなあ俺にだけチンついてないんすよあいつじゃあ心許してないってことなのかあそういうのもあってなんかこの えー、僕のね番組のタイトル名も説につけてもらいましたけども愛情のないなんか適当につけたんだろうなって、えー、冒頭からね説の悪口で、えー、ちょっともう盛り上がってるというか僕一人だけヒートアップしてますけどねすいませんスカ、えー、さんこんばんはエペしてきますエペすんなエペすんなエペすんなエイペックス略してエペ エペなー最近だからまたあのシーズンが始まってねー、えー、盛り上がってる皆さんエペやってますエペことエイペックス、まあ、いわゆるバトルロワイヤルバトロワって言われている、えー、ジャンルのゲームですけどこのエペすごいのがですよ 知らない人のために説明しますとまあその無人島で残り1人になるまで戦うっていうまあ最近流行りのバトルロワイヤルものなんですけどめちゃくちゃすごいのがこれ無料でできるんですよスイッチとかプレステとかパソコンとかそのゲームができるものがあれば無料でできるんですよソフト無料なんですよソフトとかアプリとか。 これえげつないです,すよね。でもっと言うと最近スマホ版が出たらしくてすごい話題になってるんですけど、えー、そんなエペね FEC で言うとデコボコトラベリングの帰りがね相当な腕前なんですけどねエイペックスね僕もやってたんですよで僕はねあのー、スイッチでやってたんですよ。で ちょっと、ね、なんてうてエペを深掘りしていくと、あのー、派閥ができるんですよ、スイッチ税、プレステ税、PC 税、えーまあ、今はスマホ税ていうのがあた新たに、ね、加わりましたけども、も使うその機械によって勢力が分かれるんですよ。でなぜ分かかれるとというと なぜ分かれるかというとですね使うその媒体、まあ、機種によってエイペックスのクオリティというかプレイのしやすさ環境とかが大幅に変わるんですよ。やっぱりねその本体のスペックが高いパソコンとかパソコンがダントツで、えー、もうクオリティも高いんですよ。 アスカちゃんも、ね、今、コメントいただいてますけどラグがなくてやりやすい、まあ、まあだからその画面に映されるグラフィックは映像とかも解像度が高くてで通信速度も速くてで、えー、敵とかも、ね、あの見つけやすいとでそのやりやすさの順番でいくと上から PC プレステ5プレステ4スイッチスマホ。 スマホはちょっとまた別になるのかなうんまあまあ置いといたこの順番になるんですよ。僕はスイッチっていう、えー、どちらかというとちょっとね、あのラグも多いし解像度も低いし、ちょっとエペをするにはスペック的にちょっと物足りないスイッチでやってたんですよ。で、十分楽しいんです。十分楽しいです。まして無料ですからね。無料でできるっていうだけでもう高望みしないです。めちゃくちゃ楽しかったんですけど。 だから、それこそあの通信もできますから、夜な夜なデコボコトラベリングの帰りだったりだとか、あとは RBC のアナウンサーさんの吉見大我さんとかね、通信して遊んでたんですよ。で、一回ね、プレステーション、プレステでエペをさせてもらったんですよ。もう戻れないね、もうスイッチには戻れない、もうそれからプレステで、エイペックスのゲームしてから、もうスイッチでエイペックス、一回もやってない。 もうなんて世界が違うんだっていうこのやる機種でこんなに同じゲームにもかかわらずそのやりやすさとか、えー、そういうのって全然変わるんだよみたいなすごいっすよねその環境ってやっぱ大事だなと思ってもうそれからスイッチできないんすよだコーヒーとかもさ仕事終わりのコーヒーの方が美味しいみたいなあるじゃないですか 缶、うん、コーヒーでもそのー山の頂上で山の頂上であんま飲まないか,ままないか仕事終わりに一服しながら飲む缶コーヒー美味しいとかねどんなに美味しい邪行猫の,コー,の、あのー、コーヒー豆使ったとしてもあのそういう一番疲れた時に先輩におってもらう缶コーヒーが美味しいみたいな、あのー、これはちょっと例えとして全然間違ってますので忘れてください。えー、ひとまず あ最大のだから画質とかスペックとかもろもろ含めて、上から順番に PC プレステ5プレステ4スイッチで、スマホがちょっとまた別、枠とカウントしてもいいんじゃないですかね。だからスイッチでやってたんですけど、プレステやるともうスイッチに戻れなくなると。で,でもやっぱりね、僕、まあ、プレステ持ってないんですけど、プレステ高いじゃないですか、いまだにね。ただね、僕ら、事務所にね、事務所のプレステがあるんですよ。 一時期ゲーム配信とかやってて最近はそのプレステじゃないものスマホゲームとかのゲーム配信してるんで誰も使ってないプレステがあるんですけどそれをねえ表向きはお借りするっていう意味でちょっと盗もうかなと思ってるんですよね。 うんあまあまあ、もちろん表向きは事務所にちょっとあの使ってないのであればあの使ってないまま埃りかぶってるのもったいないのでちょっと僕のお家でちでいろいろゲーム、えー、やりますねっていう名目でそのまま誰からも音沙汰なければそのままもらおうかなと思ってるんですけどあーこれ、バレるかなっていうので、ね、毎回事務所行くたびに葛藤してますけどね。 いいやいやブルーミーさん、窃盗ではないです。レンタルうーん、有効活用って言えばいいのかな。だって、もう、もう、ほりかぶって、このままだと、もう、次、電源入れた時とかに、なんか、ショートするんじゃないかっていうぐらい、もこりまみれで、きっとね、うーん、まあまあ、ちゃんとね。 あの事務所にもろもろ趣旨というかー伝えた上でだったら一応貸してくれると思うんですけどもうね多分プレステをねお家にセッティングしたら僕廃人になると思ってるんですよ。廃人になって ったらね、もうこ,これ以上、その煩悩が増えると良くないっていうのでどうにか踏みとどまってますけどね、えー、プレステとかね、なんか得意な方とかいたらあのぜひセッティングとか教えてくださいよ。<laughs> あー ぜひね、えー、エイペックスやってる皆さん、あすかちゃんをやってるみたいなんで、えー、もし、もしちょっと事務所からちょっとプレステをレンタルすることができれば、またここで告知、告知というか、えー、お話し,しますので、その時はみんなでね、えー、一緒になんかついあの通信とかね、えー、ぜひやりましょう、えー。ちょっとコメント拾っていきましょうね、埼玉ンさん、今日のファッションは昭和の若いお父さんからそうか。 昭和の若いお父さんを知らない世代なので、ね、ちょっとわかんないですね。確かになんかおじさんって言われ言われ,ればおじさんかも。あえー、中地が着てる服、ユニクロだよね買おうとしてた。ああ、そうです、ユニクロです。ユニクロで、えー、激安だったんで、あの即買いしました。1400円とかだったかな、それぐらいでしたね。いや最近、ユニクロ派ですね、僕、うんど。どうでもいいですね、この情報は。 うん、ややなんか GU とか安いですけど GU よりもやっぱユニクロがいいなと思いますねえー、えほ、ー、かにえまあまあいろいろ来てますね、うん、えー、まあまあありがとうございます <laughs> えっ、ー、<laughs> こ,これこれなんすか, <laughs> これなんか ハッカーみたいな画面が出てるんですかああす,すいませんすいませんちょっとあの機械のね扱い慣れてないんでーえーっとー金さん初めてかなちょっとあれですけど中島さんどのようなゲームがお好きですか僕ゲームあんまりやらないんですよね皆さんゲームしますスマホゲー,ムもゲームもやらないしスイート スイッチはそのコロナ禍で暇すぎて買いましたけどでもスイッチもねなんかもうベタなゲームしかしないですねえマリオパーティーとかマリカーとか大乱闘スマッシュブラザーズとかえ桃鉄とかあのみんなでやった方があの10倍ぐらい楽しいゲームをあの1人でやったりしますね あ最近なかなかゲームしないっすねなかなかねーゲームねーバチンってはまるのないっすねゲーム実況チャンネルとかを YouTube でよく見ますねあれ見るだけでやっぱりね満足しちゃう年取ったおじさんになったってことですかこれって多分そうっすよねもうやった気になっちゃう で、ちゃんと楽しめるゲーム実況系でも、あのー、見たらやった気になってすごい満足度高い、まあ、今の実況される YouTuber の方の喋りが面白いっていうのもあってもうやらなくていいやってなっちゃいますね、えー、ゲーム実況見たいですゼルダとかゼルダも通ってないんですよだからあの RPG の 五三家って言うんですか、五三家っては言わないか分かんないですけどま、あまあ有名どころね、ゼルダとか、ドラクエとか、キングダムハーツ、あとは FF、ファイナルファンタジーですね。あの辺もね、僕、一切通ってないんですよ。逆に珍しくないですかあの辺、全然男の子なのに。ちんちんついてるんだったら、この辺って絶対通るじゃないですか。絶対通るんですけど、僕、通ってないんですよね。なんでだろう。 逆になんか女の子が通るべきルート的なのはなんか、あのー、通ってましたねまあまああのー、女兄弟うおあがいたからっていうのかなうんー、えー、レトロゲームやったら某番組みたいにパクったら某番組って何某番組って何だろうレトロゲーム 一応でも、その FF とかもそうですけど、ちょっとやってみたいですよね、その近しいところで言うと、えー、毎週月曜日のこの時間担当している湊さん、湊さんが RPG ゲームはめちゃくちゃ好きで、いろんなのやってますけど、なんか、ストーリーがすごいもう,もう泣けるみたいな、もうストーリー性が、ゲームっていうよりか、もう映画を見てる感覚でやるみたいならしいんですよ。 うーんすうん、だったら映画見れゃってね<笑><笑>思っちゃいますけど本当そうなんですけどねごめんなさいゲーム好きの皆さんもうだから初心に戻れるようなあの昔持ってた幼き純粋無垢な気持ちをね取り戻さないといけないんですけどねまああとはもう世代とかもありますからね あ皆さんの世代と僕らの世代ではちょっと、ね、差があるというかね、えー、そういうのもありますからねまあまあでもスマホゲームとかそういうのも問わず何か面白いゲームとかあったら、あのー、ぜひ教えてください、えー、それを YouTube で検索して、えー、実況している動画を見て満足します <laughs> えー、まあ、えー、毎回ね 1、えー、一週間を、ね、振り返ってますけども、まあ、先週はね意外と忙しくて「ネタラボ」っていうライブをね、えー、出演させていただきましてで僕ユニットでね普段ピン芸人なんですけどユニットでネタをすることもございましてプリウシュー俊さんっていう方と中千宗っていうユニットコンビを組んでましてその中千宗で、えー、先週は。 『ネタラボ』というライブに出演して2本ネタを、えー、披露させていただきましたいやー楽しかったですねでそのねんさんがそのお笑いスペックがもう死ぬほど高くてまあまずネタかけるで演技もうまいセリフ覚えるのも早い お笑いの知識もすごい広いうんっていうのとあとですね、んさんね、その相方さんね、あんまりネタ練習しない人なんですよ。しないっていうか、もうだってもう、覚えるから、一回で、一回で覚えるから、当日にちょっと本番前にちょろちょろっと合わせられたらいいですねみたいな、そんなタイプなんですよ。僕はもうがっつりやりたいタイプ。 もう一言一個覚えたいんでもうあの流れるようにネタしたいんでもうもうガッチガチにね固めたいんですけど春さんはそうじゃないっていうタイプでそれでねいろいろ宿泊しながらネタをしてたんですけどネタラボね先週のえ水曜日かな水曜日にねありましたけど当日は前にあったコントを2本 やる予定で,で以前やってたコントなのでそれはもう僕セリフがっちり覚えててでいつものように旬さんはも当日にしか合わせないので、えー、当日に指定された時間に集合してでネタ合わせをするんですけどあの急遽ねちょっとこのコント道具を使いたかったけど道具がないんで中下にやめませんか ってて言われてえ,えでも今日ネタ2本披露しますよねああはいなのでちょっと一応次回やるようで僕漫才のネタをあのーすでに書いててこれやってもいいですか当日に当日えだってあと3時間後にライブスタートするよっていうこんなの平気でやる人なんですよ。 もうお笑いスペック高い人からしたら別に普通かもしれないですけどいやいやいやってなるんですけどでもしゅんさんはもう,もう漫才やる気満々ででどうにかこうにかもうひたすら練習してでしゅんさんがいない間にもしゅんさんが隣にいる体で漫才の台本を復唱してみたいなでどうにかできましたけどね。や,やっぱなんか 大変だわあんなその仕事ができる人とね、えー、ちゃんとねやるとね、うん、自分の無能さを感じるというかねなんか皆さんもないですかプライベートとか仕事とかで、えー、仕事ができすぎるその天才タイプ天才タイプと組んで、うん、もうなんかそのプロセスとか一気に無視するやつ とかなんか物事の説明するときにもう,もう感受性で動いてるから、えー、こ,こ,ここをもうパーってやってでこうあなんかなってるからってことはこっちがこうだから、えー、でなんとなくのこんな感じかなーっていうのでやればできるよみたいな,なんか人いるじゃないですかそういう人とやるとねもう心臓持たないわああ。 ちゃんとその低スペックのね、僕のこともね、もっともっと分かってほしいなっていう,う、ちょっとわがままなのかもしれないですけど、水準はね、高い方に持ってった方がいいと思うんですけどね、そんなネタラボがありまして、で、なんとですね、なんとですよ、あの、いろんなところでね、朝ドラ俳優。 の中地ですというふうに、いろいろ、あの、言ってたらですね、とうとう先週ですね、朝ドラ俳優として、仕事が舞い込みました。先週僕、芸人という肩書きは置いて、朝ドラ俳優として、え仕事させていただきました。すごくないすごくないですか、これ。 これ、まあ、一応、まあ、まあちゃんと説明すると、まあまあうん、そんなことはないんですけど沖縄の,かんあの、えー、県外とか県内問わず、えー、観光業界向けの,その配信がありまして事業者向けのね、県内、県外の,その観光会社の方々が見る、えー、配信があって。 でで沖縄の観光についてちょっといろいろプレゼンを、ね、させていただくという配信に出させてもらいまして、えー、僕らが所属するお笑い事務所 FEC からは他にもし慎吾さんだとかで伊功さん、まあまあさんとかで、えー、か,かずひとささんとか、えー、そういった方々が沖縄の,その中部とか北部とか自分たちの地元の観光名所をプレゼンする。 という配信をしててですねで僕は、えー、その沖縄の公共交通機関県外の方はね電車とか、えー、いっぱいありますけど沖縄ねバスとかモノレールとかありますけどそその沖縄に特化した公共交通機関の、えー、利便性を、えーまあ、中継 実際にバスに乗ったりタクシーに乗ったりして車を持ってなくても十分楽しめますよっていう係だったんですよ。で、えー、僕はその朝ドラ俳優として沖縄の公共交通機関を使って那覇から、えー、撮影の、えー、ドラマの、えー、モデルになった、ねえー、場所ロケ地を。 公共交通機関のみで回るっていうね、えー、ことをさせていただきましたまさかね言い続けてたらね本当にそういう仕事が来るとは <laughs> びっくりしましたねああ言い続けることは大事なんですかねえ あのー、ツイキャスがもう間もなく30分で終わっちゃうので、えー、また再開するのがねちょっとあのまどろっこしいのでもしよかったら、えー、コンティニューコインをいただければ、えー、非常に助かりますまあ何かんやって朝ドラ俳優として、えー、那覇から、えー、名護行ったりだとかちょっと名護の奥行ったりだとかロケ地をね回らさせていただきましたけどもねえー、その僕がね タシーン朝ドラ「ームどんどん」のシーンでですね、えー、主人公たちと一緒にですね、えー、僕は学生としてその学主人公の学校の、まあ、陸上部員として、えー、いろいろねドラマに出させていただいたんですよ。でそのドラマのデッツ・カールスター あの学校がですねあの実際に、えー、沖縄にありましてこれ言っていいのかな分かんないですけ美ら島自然学校っていうまあちゃんとしたそういう商業施設というかまあもともとちゃんと学校であったんですけどその学校を、えー、が学校が廃校になって あと、美ら島財団さんが引き取って、まあ、ちゃんと管理して、えー、バーベキューができたりだとか、あとは自然教室的なのをやったりだとか、なんかそういうふうに管理して、貸し出ししてると、そういう施設で、えー、ロケさせていただいたんですね、で、実際、もう,もうやんばるのね、だいぶ山奥なんですけど、えー、そこまであの公共交通機関使って行ったんですよ。 ちょっとあの、自分で今、コンティニューコインをね、あの送ってるのであとああと、あと,あと1コインあればないけるけどなー。あー、アギジャビリョウさんありがとうございます。ニザアルファさんもありがとうございます。ただ、あと1コイン足りないんでね、ちょっとどうしようもないですね。えー、もう、あ、来たニザアルファさんもありがとうございます。どうにか。 途切れれることなく、えー、続けられそうですまあまあでも、あのー、話戻りますけども朝ドラ俳優としてロケ地に凱旋しまして美ら、うん、島自然学校さんに行きましてねあの事前にアポも取ってますのでちょっと配信で、えー、ちょっと回らさせていただきますという許可を取った上で、えー、行ったえですよでもちろんね管理しているその、あのー、場所ですからえー もう僕が行った時間ってか夕方ぐらいだったかな、えー、だったんですけどやっぱりねその聖地巡礼的な感じで朝ドラファンの方々とかもあの見に来てましたよああすごいなと思いながらねやっぱ見に来るかと思って、えー、で夕方ぐらいだったんでもう施設の方がねあの掃除してたんですよ 掃除もしててあやっぱり、えー、ちゃんと管理してるなってなんか思いながらねで僕当日ねちょっとね生きった格好をしてな,、うんまあ、なんかちょっと派手めでな。 なんか赤い、えー、なんかうんあれなんなんどんなかムスカみたいな格好って言えばいいんですかね赤いちょっとなんか、えー、制服的なね、えー、ちょっとなんか目立つような格好しててで掃除のねおばちゃんとかにもねあの今日はあの何しに来られたんですかって、えー、聞かれたのでも,もう自信満々にね、えー、ちょっとね僕はあのここであのドラマの撮影であのお世話になりまして。えー 今日はまあまあそのまあ関連というかいろいろねちょっと回らさせていただいてますけど「あーちむどんどんちむどんどんにもしかして出たんですか?」って聞かれて「あーはいそうです」そうなんですねうんー見たことないな、ね、沖縄のおばあちゃんストレート!う」あていいねダルビッシュ有さんのね 高速球ぐらいストトレートでしたね <laughs> びっくりしましたね見たことないって竹ぼうきでね掃除しながら言われましたけどね、うん、まあまあでもありがたいことにね、えー、そういったこともありましただから今後もねその田のチームどんどんが」があのー、終わるまでは一応言い続けていこうかななんてね、えー、思ってますけどねうんでもあれっすねなんか あのー、毎日は見れてないんですけど一応、あのー、録画はしていましてあの時間空いたときに朝ドラ「ちむどんどん」見てるんですけどまあ、酷評ですね、ツイッターとかで見るんですけどまあ辛辣な意見が多々ありましてですね、えー、その辛辣な意見を述べてるのは、ま、県内の方も多いですし。 で県外の方も多いですし、ちょっと厳しいなあっていう、ね、感じではあ,りあるんですけどね、あもうでも、我々チれちむどんどん制作陣はあのその頑張ってね、頑張って作品を作ったので、えー、なんかね、その辺もなんかちょっと楽しんでね見ていただければなと、もう大変だったんですよ。うん あのー、すごいねあの頑張って作った作品なので、なんか、いろいろそんな波風立てずにね、なんか楽しんでいただけたらなーっていう、一チームどんどん制作人としてね、えー、言ってますけどね、斉藤剛さん、そんなこと気にしていたらだめ、あーま,あまあまあまあ、まあ、うーん、まあ、あのー、もうめっちゃ真剣なこと言いますけど、あの全然気にしてないですよ、僕。う <laughs> ん だってうん、下クソチョイ役だもん <laughs> <laughs> ーうーんもっとがっつり自分が出てる作品でなんかブワーって言われたらちょっとああんとかなんかへ とかその感情の浮き沈みありましたけどねうーんまあまあ今後どうなっていくのかわからないですからちょっと温かい目でね見守っていきたいなと思ってますけどねいやでもね本当にすごかったですよ朝ドラのロケ地久しぶりに久しぶりにっていうかその撮影した日以来にね行きましたけどあれねその撮影の季節に合わせてその草木もね あこ,このラジオでも何回か言ってますけど草木のバックにあるその花とか草とかそういうのをあの変えてるんですよ、わざわざその増加っていうのかな、うん、あのプラスチックでできたやつ、あれわざわざもう信じられないようですよ、を持ってきてそのロケ地になった学校、えー、今から撮るシーンは。 夏なので、まあ、まあ僕が出てたシーンなんですけど僕が出てたシーンが、まあ、時期的にまあ大体沖縄の夏、まあ、もう緑の木々が生いし茂っているっていうシーンだけど実際撮影した十二12月真、まあ、冬でもう草木もねちょっと色とかも,も,うもう茶色い、えー、っていうのでもう全部その夏の木々たちをそのカモフラージュして撮ってたりだとかね、えー、そういったがん頑張ってというか。 あやっぱ大きいところのー、ね、ドラマン撮影で本当すごいなと思いながらね、うんえー、笛を吹かせていただきましたけどねあー、まあ、まあ先週は朝ドラ俳優として仕事もしまして。 でライブもね、ありがたいことに2本、2本出させていただきまして、2本目が先週土曜日に行われました FEC の定期公演、お笑いライブの FEC お笑い劇場、無事開催することができましてで、いろいろ体調不良者とか、年には年をっていうことで、ちょっとお休みをしてもらった芸人とかがいて、だいぶイレギュラーな中ね、えー、ライブを開催しまして、いつもだったらね、大体14組。 あいや13組か13組の芸人がネタを披露するライブなんですけど9組9組っていうね、えー、この非常に少ないメンバーでどうにかライブをやりましたけどそれはそれで楽しかったですねもう僕らはもうそのちっちゃいお笑い事務所ですからそのネタをするだけだったらいいんですけどネタをしながらライブの運営っていうのをやらないといけないんですよ。 というのも、例えばネタで使う道具を出したり道具をかたしたり電気つけたり電気って言ったらちょっとチープですね照明つけたりスポットライトつけたりとか音を流したり音を切ったり音をちょっとリミックスしたりとかまく閉めたり開けたり。 そう、えー、いう細かいところもありますからもう9組でライブはねもうどう考えても無理なんですよねでもどうにかみんなでねあの手この手で試行錯誤しながら足りないところを補いつつね、えー、ライブができてなんか土壇場に強い団体だななんてね、えー、思ってそれはそれでそういうアクシデントもね、えー、楽しくできて本当に楽しかったですねアーカイブがまだ残ってますので、えー、配信チケットもしご興味ある方はぜひ ぜひご購入くくださいいよろしくお願いしますでその僕らのライブネタをねあの基本見ていただくんですけどそ,のそれとは別に毎月ねちょっとした企画本当に企画っていうことでもないんですけど先月で言えばそのお客さんが入場していただいた際にそのまま席に着いていただくんじゃなくて一旦 芸人が使っている楽屋を通っていただいてそのまま芸人が出るその舞台袖を通って舞台上に上がってそこから客席に着、えー、いてもらうっていう、えー、芸人楽屋裏ツアーっていうのをやったりだとかね、うん、で今月がですねそのライブというのはその会場してお客さんが続々とね集まっていただいてで何分後かに開演。 大体僕ら30分前会場の、えー、30分前会場をしてますけどもその会場中はですねまあ大体なんかその、えー、無音もちょっと寂しいので最近の流行りの曲とか、まあ、その舞台のコンセプトの曲とかね、えー、何かしらの BGM を流してるんですけどその BGM をリクエスト方式にしてみたっていうねあなたのジュークボックスっていうね、えー、企画をやったんですよ。これがもうだだいいいいぶ好評いたたたたみたいでそっななんんかかちょっとしたなんか楽し楽 企画というのもねいろいろ用意してますので、えー、来週が6月の14日だったかな平日になるんですけども、えー、この、えー、僕の父ラジオとかぶりますね、うんえー、6月14日にありますので、えー、もしよろしければ遊びに来てくださいちょっとねあのー、告知がね続いて非常に申し訳ないんですけど明日ね明日もライブあるんですよ 明日はですね「バチバチ」という毎月行っているライブでございましてこちら「バチバチ」っていうのはデコボコトラベリングとわさびがネタ対決をするライブとなっておりましてそれぞれ3本ずつねネタを披露してどっちが面白かったかっていう勝敗を決めるライブを、えー、するんですけどもその MC とで僕ネタをね1本披露させていただくっていうライブが明日の夜8時から那覇のアウトプットで。 えー、行いますので、えー、ぜひね、遊びに来ていただけたら嬉しいですねうんただね、あのー、僕ね、この「バチバチっていうライブが大体月末にね、行われるんですよ。この月末で毎回ねこの新ネタを下ろして ちょっと様子見て、まあ、新しくするのかもしくはもうちょいブラッシュアップするのかっていうのをねあのやってるんですけど明日下おろそうと思ってた新ネタがですねまだできてないんですよね。<laughs> <laughs> いやーいやでもね明日おろしたいんですよありネタでもいいんですけどねありネタでもいいんですけどでもなんかこのバチバチでいつもなんかおろすっていうのがちょっとルーティンになってるのでうーんどうにかね完成させたいんですけどね果たして中地は新ネタを完成させることができるのかっていうのも踏まえた上でえで、ー、ぜひ遊びに来ていただければと思いますね。 よろししくお願いしますでバチバチの見どころとしましてはあのなぜか、ね、僕、バチバチの時はめちゃくちゃスランプになりがちでしてあのすごいその MC 力のなさに定評があるんですね、<laughs> あの逆の意味でねあの、めちゃくちゃ下手くそになるっていうのがなんか、なんかね、毎月バチバチの MC だけ全然上手にできないんですよね。 なんかふわふわしてるというか、なんでだろうな。でもね、これもね、一応言い訳させていただきたいんですけど、楽屋裏とか、あとは本番中もですね、なんとも言えない独特な空気感があるんですよ。これ、やっぱりタイトルにもある通り、バチバチっていう。あのー、ライブで、わさびとデコボコトラベリングは本気でね、そのー。 ネタをかけた勝負をしてますのでピリピリまではいかないけどなごやかではないなんかその何とも言えないねまあまあでオクタともね僕含めてんですけどみんな仲いいんでずっとねあの楽しくねライブをしてるんですけどやっぱりねすごいちょっとその でこぼこトラベリングとバチバチのその目線とわさびのそのバチバチの目線が僕のこめかみにぐさって刺さるみたいな、ね、そんな間に立ってちょっと MC するので、えー、いつもねなんかぐだついてるっていうあの言い訳してますけどね、えー、すいませんただの実力不足です明日頑張りますので、ねえー、ぜひ遊びに来てくださいお待ちしてます、えー、先週もねお話ししましたけども あの4年ぶりにですね、あのー、面接を受けまして、バイトの面接を受けてきまして、でえー、もう4年ぶりぐらい、もうだいぶ久方ぶりにその履歴書もね、あのー、書いたんですけどねあの、新しくバイトを始めることになりまして。 でそのバイトのね面接の時にはまああのー、僕がね普段こういうその人前に出てそのネタを披露したりだとか、えーまあ、芸人として活動してますっていうのをバイトの面接で言わなかったんですよ言えなかったし言わなかったな,なんかちょっとうーん面倒くさくなりそうだなと思って一応言わなかったんですよ で一応、えー、ううブルーミーさんバイトどうなったんで,で面接は無事受かりましてでですねでちょっとね、そのバイト先の方がパタついてるみたいで今日、なんかちょっと、あのー、出勤初日まではいかないけど、まあ、ちょっとオリエンテーション的なね、あのー、こういう風な企業理念があって、まああのー、ここにトイレがあって。 出勤したらここに、えー、来てもらってタイムカードをしてみたいな、えー、でなんかいろいろ細かいなんかオリエンテーションを今日やってきたんですよ。で出 最近はまた別日にななるのかなちょっとまだ要調整中なんですけど、じゃあまあ、そのオリエンテーションがえ今日ありまして、そのオリエンテーションの時に、その面接の時にはいらなかったけど、一応、その履歴書も持ってきていただいていいですかって言われまして、あとなんか、あの、給与ね。 えー、振り込む際の,あの通帳だとか、まあまあ、あのそういったも,もろもろの手続きもこびで、まあ、一応履歴書を持ってきてくださいということでもうもう45年ぶりぐらいに履歴書も作成しまして、えー、で事前に確認を取った上で、ね、もうで履歴書も、ね、あのワードで作,らし作って、ねえー、前,前まではまだ手書きでしたけど、ねえー、ワードで履歴書を作ってでやっぱりね そのシフトの融通を利かすためにもでそういう突発的なこともありますから一応、やっぱその雇用雇ってもらえるから、えー、ちゃんと言わないといけないかっていうことを心変わりしてやっぱちゃんと言うかっていうことで面接の時はは言わなくて履歴書にちゃんと職歴のところに何年に FEC というお笑い事務所に入団してお笑い芸人として活動し,ますしてますっていう。あのー ことも書いたんですよいやー恥ずかしいなこれ自分から言うのかとかとまあどうせ俺のこと知らないしなーとかまあまあ知ってるわけないしうーんなんかその痛い店長とかだったらどうしようなんかえ「えっ何する気にやってるんですかなんかちょっと一発ギャグとかお願いしてすいでみたいな,なんかそれ痛い人だったらどうしようとか思いながらもまあまあでも雇ってもらってる側だから正直にいいよっていうことで履歴書に書いて。 で今日研修に行ってきましてで、自分から一応切り出そうと思ってたんですよ、あのー、店長さん、すみませんあの、面接の時にはちょっと言えなかったんですけど、ちょっと履歴書にも、ね、あ,のありますけど、ちょっと芸人としても、ね、活動してるんですよ、だからそういった意味でもちょっと、あのー、何かありましたらちょっとシフトとか、あのーまあ、ちょっとちょ調整させてくださいって言おうと思ったんですけどね、ねやっぱり、ね、自分から言うの恥ずかしくて、ちょっとタイミングもなかなかなくて。 あの店長さんがぶわっと、あのー、いろいろ必要なことをねあのお話ししてくださってたのでまあまあでもあの履歴書渡したから履歴書に目を通すときに「あれ ?FEC っていう沖縄のお笑い事務所に所属していて、えー、現在も沖縄の芸人として活動してる中地さんこれ何?」ってまあさすがに振ってくれるかなと思いながら研修がスタートしまして。 で最後の方に最後の方にようやくあの履歴書に不備がないかっていう確認をされましてで、事務所この辺あ結構近い、あのー、出勤とか時間かからなさそうですねあ、はいあえー、車の免許持ってるんですねバイクあ意外とバイクの免許持ってるんですね、えー、あん FEC って沖縄のお笑い事務所に相談。 読んでくれた、読んでくれた。どうしよう、なんて答えようかな、芸人されてるんですかって絶対言われるから、あ、はい、まあ、まあ、まあ、一応、まあまあ、でもな、なんか減り下りすぎるのはあれからな、まあ一応、一応なんか、ラジダブとか、500円ショーアワーとか、じゃあ FM 技能、今日もラジオあるんですよとか、一応、行ったほうがいいかな、どうしようかなーって。 へーあっ、意外と高校生の時高校生ですよね、これね、うん所属して、あ今も所属されてるんですか、うん、ああ、はい、一応、へーえー、じゃあ、の初日の出勤なんですけど、あっ、ひないだい、か回意外とお笑いの話に食いついてこなかった、恥ずかしい うん。スルーされました。めっちゃなんかこっちはさ、面接の時から、芸人って言おうかな。どうしようかな。まあまあ言わないでいいか。えー、オリエンテーション初日。ああ、やっぱ行った方がいいからちょっと履歴書に書いて。で、自分から言おうか。ああ、やっぱ言えなかった。でも、履歴書読んでくれるから、その時になんか減り下りすぎるのはあれだから、なんて返そうかな。うううぅ。芸人してるんですねー。うん。あ、じゃああの、出勤初日なんですけど、食いつかない 全然食いつかなかったそうゲロ恥ずかしかったそうだよね考えてみたら自分が野党側の店長で訳のわからんその聞いたこともない事務所で聞いたこともないその見たこともない芸人芸人んどうでもいいかってなりますもんねうえー うんそこーっていうまあまあこういうねあのブルーミーさん残念なやつっていうコメントあの2つ続けてつあのコメントするのやめてもらっていいですかあの自分が一番分かってるので非常に残念に思いました。あーでこれどう さあ僕はその一応雇われる側として一応そのあのお笑いのライブとかまあその収録とかロケとかいろいろ出てちょっとあのシフトでお休みをしさせていただいたりちょっと相談をさせていただく可能性が今後あると思うので。 芸人もしてますよと、あのー、申告をしたわけですよ。野党側としては、一応、その辺もなんか、あのー、聞いた方がいいんじゃないまあ、聞かないか聞いたことも見たこともない自称芸人って言ってるのかもわからないようなやつだからもう一応残念な人、残念な人だよ。残念な人です。うーん いやーまあ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 でも一応その肩の荷が下りたというかね1個クリアしたというかねあ、まあ、芸人って分かられた上で一応やっぱ働いた方がいろいろスムーズにね済みますのでうん、えー、週何金なの一応まあ、あの他にもバイトしてるんで、えー、今回のやつは週 週23とかかなの予定かなうん今コールセンターでもバイトしててコールセンターが週23ぐらいでうんでえセカストがね週23になるのでうんもうそんな感じなんですけどだからそのセカストがもしいい職場って言ったらですけど働いてみてちょっとなんか楽しいんだったらそこに ちょっと移行しようかなみたいなね、えー、思ってますけどねーああマーキさんあのいくつかコメントしていただいてますけどもね、えー、ありがとうございます、えー、あーコンティニコーンもありがとうございます あ働き者なの働き者ではないですけどね、うん、4から6あ、まあまあ、ほかの,のバイトも入れたらね、他のバイトというか2、2個しかないですけど、うん、4から6ですね、ちょっともう、今月はね、自動車税っていうね、えー、とんでもない税金もありました、うん、キャンゃさん、キャンさん、とんでもない額を納めたんじゃないですか。<laughs> <laughs> あーまあ僕はそのあの軽自動車なので、ね、軽自動車とあと原付2種分のね、えー、なのでそんなに大した金額ではないですけどあれもう毎日本当にな,んなぜ払うのっていうね、まあ、まあ納税がね大人の義務ですから一応あれですけどねうんキャンさんはその排気量も大きい車に乗ってますからねちょっと あれもあのシステムをちょっとよくわからないですけどねあセンサー,、ね、ああンサーまあまあでもリッターありまあまあ普通乗用車だからそりゃそうかああいやーだからまあちょっとねいろいろあのー、出費がかさんだ時期でしたので、えー、これからもねまあまあもう本当の目標はその 芸でねあの、生活できたら一番最高ですけどね、えーまあ、まだまだそれに見合う実力がないですから、えー、そういう目標を掲げた上でね、えー、セカンドストリート、西原店の、えー、中地で、えー、来週以降は活動していきますので、朝ドラ俳優という肩書きは捨てまして、セカンドストリート、西原店店の店員として頑張っていきますので、よろしくお願いします。 こういうのって、なんかラジオとかでガンガン行ってっていいのかな、どうなんだろう、あてでもこの辺も店長に聞かないといけないのか、店長、ちょっとそういう活動をしているっていうのに対して塩対応だからな、塩は塩でちょっとね、でも逆に心地いいというかね、今のコールセンターが逆にそのだいぶそういうのに。 あのー、熱心なので、テレビ見ましたよとか、すれ違いざまにね、うん、昨日のラジオ、すごい良かったですとか、で高く君、え何なんですか、朝ドラデビューおめでとうとか、<laughs> あのいや,いや、めっちゃ情報もう仕入れてるじゃんっていうね。 うん、それはそれでしんどいんですよ。うんね、ちょうどいいやつないのかなーうーんまあまあそういうのもないものでなりになるのかな、えー。あと1分ですか一分というか三十秒か、はいえー。今週もありがとうございました。 なんかえーまあ、ひとまず明日ライブがありますので、えー、ぜひ遊びに来ていただければ幸いです、でこぼこトラベリングのネタ3本、わさびさんのネタ3本で僕のネタ1本の計7本、引、えー、っさげて那覇のアウトプットでお待ちしております。ということでこの時間は、長ががお届けしました。おやすみなさい ねーあのー、とう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 あれに手を出しちゃいました僕もうこの年で手出すのはねすごい嫌だったんですけどもうね、あのー、やっぱりねライブが増えてきてねで普段はこうちょっと髪ボサボサですけどライブの時はねライブとかイベントの時とかねちゃんと髪型をね綺麗にって。 ライブやイベントごとがありがたいことに増えてきて髪型を整える機会が多くなりまして髪型を整える機会が多くなるということは鏡で自分の髪の毛をこう見ながらねきれいにワックスやジェルやフォーマ白などでセットしていくわけですよで、まあ、ずっと前からすごい言われてるんですけどあのここ 2, 2年ぐらいでゾバッと白髪が増えまして。 すごい増えましていろんな人に言われるんですけど二三年ぐらいかな、えー、白髪が増えまして白髪染めを買いましたとうとう中地はいはいやいやいやキャンさんはまたまた別ですからねいや俺隠しるんだあ、そうなんですか若白髪ですかそ<う>結構ですか あーえー、だから僕も親がね、すごい若白が多くて、両親ともに白髪かけられるから、えー、いやだからね、染めるのもいいんですけどね、ムラシャンとかでもいいんですかね、あいいと思うムラシャンはでも、やっぱやむらしゃ、紫色に染めていくから、真っ白なやつだったら、はい、あんまりっやっぱりそういうカラーシャンプーとかもいるから、<ー>ブルーミンさん、鼻毛の白髪がすげえよ。 あー予想になっていくらしいですねだんだん上から徐々に徐々にね白髪が、うん、24でまさか白髪染めをね買うとは思わんかったなーああきさん白髪ある結構あるんですよ結構ありますでも髪の毛が結構細いしちルチちなんで 毎回鏡を見るたびに自分でもいやおおっおきゃ大好きさお疲れ様でした皆さんお茶の挨拶の様子とう,すうでとう手を出しました、ね、意外といい値段するんですね白髪染めはねそういうことでうでですけキャンさんとかはとんでもないぐらい

二十代で調べとかはちょっと嫌かない嫌いからねうん。で、ちょっとギリいじられないぐらいなんですよね<の>多いけど結構あるね、うん、結構あるんですよ。はい、ちょっと近くで見たら気になれないですけど <noise>、うん、ああ、なんかね長森、えー、フリーチして1個のシルバーにするってなるほどね今日は帰ったら明日のネタ作りと白髪め 明日綺麗な黒になった僕に会いに来ていただければと思ってますチケットの前売り予約あのそれぞれの芸人の SNS に、ね、受けたまっていますのでよろしくお願いします、えー、今週もありがとうございました、えー、このおまけの追求者配信も見ていただいておりますありがとうございましたまた来週お会いしましょうおやすみなさい